岸田総理大臣は、来日している韓国のパク・チン外相と午後、総理官邸で会談する方向で調整しています。太平洋戦争中のいわゆる元徴用工問題などをめぐり、意見交換するものとみられます。ユン政権側の対応をよく見極めた上で、日韓関係を健全な関係に戻すべく、韓国側と緊密に意思疎通を図っていく。パク外相は、昨日の林外務大臣との会談で、いわゆる元徴用工問題について、韓国国内の日本企業の資産を売却する現金化が行われる前に、望ましい解決策が出るよう努力すると述べ、問題の早期解決で一致しました。こうした状況を受け、岸田総理は午後、パク外相の表敬訪問という形で会談し、問題解決への方向性を確認するものとみられます。